昼は3倍で、夜は東京に向かって夜中減長して5倍で請求する職人ポンコツ番長、おはようございます。今からですよ、東京に行って10時に待ち合わせしております。そして10時から10時半ぐらいで打ち合わせして11時ぐらいから全員で減長するという、そういうことを平気でやっちゃう職人ポンコツ番長がどうやって一日下請けのね経営者になったかで、こういうお話を少ししたいなと。なのでね、僕ちょっと今日は本当に辛抱して最後まで聞いてください。さあ行きますよ。今日初めて見られた方、私過去に殺人未遂っていう罪でですね、逮捕された過去が思ってるんですよ。それ興味がある方は殺人未遂で逮捕された動画を見てください。それはでもギリギリセーフですね、ギリギリセーフでお金で解決してるんですが、その時も言ってますけど、そんなことで僕が過去にいろいろ経験したいろんなね あるんですよ。いろんなでごまかしさせてください、 YouTube なんでね。それに比べたらそんなの大したことないんです、すいません。でね、別に全部言えるんですよ、言ってもいいんですけど、そういうチャンネルじゃないので。ただね、コメント欄がちょっと荒れてきておりまして、僕のことを知ってそうな人がなんかコメントを来てくれると、で誰かわからないわけですよ。ということはですね、お前は昔〇〇だっただろうとか、お前は昔〇〇やってただろうとか、お前は昔全国に顔写真いっぱい貼られてただろうとか言われるんです。はい、その通りなんです。間違いありません。なので、間違ったことは否定しますが、間違ってないことはその通りなんですよ。ただ一つだけ言わせてください。クソ野郎になるしか選択肢がなかったんです。そういう状況だったわけですよ。それがムカつくから今こうやってですね、 YouTube を使ってですね、その道を切り開こうとしております。苦しい思いをしている方々がですね、道がないわけですよ。それを僕はもう切り開いていきたいと。それはバッシングをされますよ。とんでもないことしてきたんですから。そういうことを踏まえて、よくこの後のトークを聞いていただきたいと、ということでございます。はい、それでは本題に行きたいと思います。僕の仏のクライアントさんをですね、例に挙げてですね、お話ししたいと思います。それはですね、自由っていうことを僕はクライアントさんに教えていただきました。それはですね、まずいきますよ。自由設計でございます。それはなぜ成立するかというと、相思相愛。僕が言うシーソーの原理ですね。こう乗ったらこうはずっと平行なわけですよ。なので、自由っていうのがお互いがいいだろうということが僕らの、考えでございます。まず働く時間は決まってません。仕事しても仕事しなかっても、休んでも休まなかっても、はい、お金もらいます。いませんね。自由ですが、私6時に現場入ってます。大体6時から7時の間に、そして6時から7時の間に住宅街の中でコンプレッサー回して鉄砲バンバン撃ってます。おめでとう。はい、もう10何件工事してますが、人生もう1回たりともクレーム来たことありません。おめでとう。そういう対策はすでにいつもやっております。どういうことをやってるかというと、どうも、あ、おはようございます。どうも、こんにちは。どうも、今日暑いですね。こういうことを日常的に通る人、近所の人にいつもやっております、大体で。そういうことの結果が、必ずクレームが来ません。はい。それはですね、現場以外の時も、常に、いつも丁寧に喋って、どうも、はじめまして、おはようございます。どうも、こんにちは。どうも、って、こういうことを、常日頃からボキャブラリーを入れながらやっております。それは僕の教えてる若い子たちみんな言葉遣いは丁寧ですし、お前とかそういう言葉を平気で使うようなことは他人様にはほとんどしません。それは教育で修正できます。なので大人になっても練習すれば必ず改善されます。お金のためにそれをするんじゃないんです。自分の心のためにすることがお金として返ってくるっていうことが大体もう時代の流れになっております。で、自由のお話は少しご理解いただけましたか？次はですね、おそらくですが、皆様、富、お金ですよね。稼ぎたいと思います。それはですね、いろんな夢やりたいことあると思います。でも、お金がないからできない。さて、どうでしょうか？私、この後新幹線に行く現金も僕持っておりません。なぜかというと、必要なもの以外は全部返済か投資にしております。僕はお金がないわけですよ。でも何も困ってません。実際に、ね、僕、簡単に100万、200万ぐらいね、作ります。電話一本ですよ。持ってこいって。こんなもんですよ。っていうぐらい簡単なわけですよ。なんでお金に困ってるのか。お金に困ってるんじゃないんですよ、実は。それは誰も教えてくれません。残念ながら。だから、解決方法がわからず、違うことを
やろうとして間違えるんですよ。間違ってることもまた誰も指導してくれないので、いつまで経っても本質に気づきません。一番磨き上げないといけないのは心です。人を思う心なんですよ。それさえ磨き上げたらお金なんていくらでも湧いてきますから、その本質を見分けない、そこが一番のお金が稼げない最大の弱点です。さあ耳をかっぽじって聞いてください。僕なりの解決策をクライアントさんの例を例えてお話ししたいと思います。私は今日3万円っていう対価をいただいて夕方5時に早上がりします。そして僕は新幹線に乗って東京に行くわけですよ。それを伝えてあります。そしたらですね、どうやって行くんですかと聞くわけです。いや電車で行きますと、いや送りますと。送る暇あるんだったらここの決まってないことはいっぱいあるんですよ、それ決めてくれと言ってお別れしました。そしたら電話かかってきて、急用ができたと、送りたいけど送れないと、タクシーに乗って新大阪駅まで行ってくれと、領収書切ってくれて払うからって、これでもまだ言ってくるんです。大丈夫だと、電車で行きますから安心してくださいと、お願いだから間口とか決めてくれと言って、すいませんすいませんって言うんですよ。なんで謝るんですか。早上がりしてる僕ですよ。自分の利益を損害して東京に行くやつをそういう気持ちで見送りますか。普通はそういうところなんですよ。もう10年ぐらいの付き合いですよ。何年経っても変わらないわけです。それはなぜかというと、いつもやることやってますから。こうやって遊んでますけど、もちろんこれもお仕事中に撮らせていただいてます。仏様ですから何も言いませんよ。だから事業に成功するわけですよ。なぜ僕がね、この二十何年ずっとむちゃくちゃなことしてもずっと好待遇が得られるのか。1円のお金もないのにどうやって新幹線で行くのかって、5万円を渡しましたよ。クライアントさんはこれ持って行ってくださいって、もちろん戻ってきたら返しますけど、その経費はもちろん僕を東京に呼んだ会社が負担しますよ。なおかつ僕は現状の5万円も請求しますよ。それは当然ですよ。ただ払うか払わないかは別ですよ。請求するだけですから、お気持ちがなかったら払わなくていいですよっていう、僕はそういう考えです。僕はそんなに安い人間じゃないですから、月に1億稼ぐ人間なんですよ。そんな人間が安売りしますか。そんなことは絶対したらダメなんです。そんなんだったら仕事しなくても日雇い労働行ったらいいんですよ、ね、皿洗いしたらいいんですよ。それぐらい誇りを持って仕事しないと。それで仕事した時間とかなんとか休憩長いとか、てめえが悪いんだよそれは。ね、アルバイトじゃないんだから、時間切れて働いてるんじゃないんですか。職人で胸張ってやるんだったら、ちゃんとしっかりそういう人間を磨き上げて職人って言ってください。さあ最後になりますが、私はですね、3度の自殺未遂を経験してます。その経験から、死ぬ前っていうのはとんでもないこと考えるんですよ。それをね、無責任なコメントやなんとかで多くの心が傷つくんですよ。なのでね、意見やコメントは大切なんです。ですが少しうまくやりましょう。それだけ人を見る目があるんだったら、頑張ってもう一個先を見ましょうよ。それだけで本当に人生変わりますよ。辛いですよ。はっきり言ってなったことない方の方が多いと思いますけど、首吊るわけですよ。練炭焚くわけですよ。そこまで行く過程っていうのが人にはあるんですよ。そんな急に今日言って今日明日死ぬっていう問題じゃないんですよ。何年も何年も積み重ねて重たいものを背中に背負うわけですよ。そういう人の気持ちを少しは考えてくださいよ。そういう優しさを持てる人がやっぱり成功しますよ、ね、人生楽しくなれますよ。なので人生を楽しくしたい、富を得たい、そういう原点がもしもあるのなら、僕はずっとしてきてることはただ一つ、夢を叶えるために相手を優先することです。それが結果自分を優先することになるんですよ。だから幸せのために何をしないといけないかっていう結論に至ると、お金儲けでも何とかでもないんですよ。人のことを思うことです。ということでね、仕事の話、東京に行く話は第2弾として明日お話ししたいと思います。新幹線の時間が迫ってきたので、今日はこの辺で。一部のファンの方が嫌な気分になってるコメントがちょっと気になったので、今日はこういうトークになってしまいました。申し訳ありません。ということで、皆さん、恒例のバット、そして新幹線で東京行って明日仕事して幸せで帰ってきます。ということで今日はこの辺で、また明日、またね、行ってきまーす。バイバイ。
So now can you tell me what you want?